先週から始まりました未来でございます。食鉄未来でございます。今日の相方は、南原さんでございます。よろしくお願いします。あなたを私はずっとね上から見下してるようなところがねずっとあるんですよね。どういうことですか。引き捨てならないですよ。でもね、尊敬してやまない、まあ、そうそう上方落語の優、そこがもうおかしいな。もうなんか会うたんびに上から物見やがって。大体ねこのお笑い界でもやっぱり先輩後輩というのはすごく大事ですけども、もちろんでございます。プロ野球の世界では大変なんですよ。ちょっと見ていただいたら好青年ですよ。うん、この方がまだ2軍で全く無名だった頃ですね、はい、契約金ももらえなかった月給7000円ぐらいの頃苦労なさって三冠を取りました、はい、あの現代の野球を変えた人です。今の日本の野球をだからこの方が47年後にはどんな姿になったんでしょうか。ください。緊張します、ね、いや緊張も何もどうぞ。緊張しちゃう。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いやいや、まあ、慣れないこと慣れないことってもう大概のことはしはったんじゃないですか。今夜の未来の案内人野村克也67歳。1954年契約金ゼロのテスト生として南海ホークスに入団。戦後初の三冠王、また監督兼捕手としてチームを優勝に導くなど、45歳での引退まで生涯一捕手として活躍。90年からはヤクルト阪神の監督を歴任。 IT 野球を提唱し名将の地位を築く。そして現在社会人シダックス野球部総監督として手腕を振るう。さっき僕そのドアタマで言ったけど7000円って言うてるけど月給7000円この時の7000円はどれぐらいの価値なんですか。当時はね大卒の初任給が1万円ですよ。1万円やったんですね、大卒給料が。それよりちょっと安いねやまだ。でもその当時のスター選手のは多分すごかった思うわ。それ今何十万ですよ月給で。その時にあこれはもう素質がないんだとは思わなかったんですか自分で。いや素質とかそんなことを考える余裕なんてないし、やっぱりこうプロ野球入ってテストではありますけどなんとか一軍に上がりたい、一軍に残りたい、もうその気持ち一心ですから、そんなものはもう脇見する余裕なんて全くないです。その余裕のないのは一体お金がないとかお金とかそういうことですか。うん、まあちょっと子供の時に貧乏しましたんで。すいません、どれぐらいの貧乏か要素が聞きますよね。そんなんみんな言うやんって思いませんか。まあ小さな親父が食料品店やってたらしくて、うんうん、で戦争行って戦死して、でそれは僕ら3つの時でした、はい、それからまあ母親がその食料品店を継いでやってたんですけども、僕は小学校2年生の時に癌で倒れて、それで早期発見がようあんな時代に助かったなと思うんですけど、そのまあ後遺症とかなんか知らないですけど、また次の年も腸の方が悪くなっちゃって2年続けても大手術して、それからおそらくですねお金がなかったと思うんですよ。で店はなくなるね、今度タンスはなくなる、兄弟はなくなるね、家ガラガラですそうして家は引っ越さないかんし、それからまあ小学校3年生ぐらいからもう新聞配達でもやってくれへんかっていうのは母親に言われて、うん、ああよっぽどお金に困ってんだなと思って、うん、ね、うん、まあいろんなことやりましたよ。アイスキャンディー売って歩くのがまた夏、これはまた恥ずかしくてね、1本5円で1円のリベートもらえる、なかなかやるじゃないですか。そうですよ、それを箱いっぱい氷を詰めてね、アイスキャンディー入れて送りに行くんですか。ああそれ声を出していいんですか。アイスキャンディー、お結構響くじゃないそれはもう必死ですよ必死ですよ、それは本当に恥ずかしいなんて言っとられへんねん、それは本当に、うん、そうだからもう野球やってるかなんかなかったんですけど、もう家のことばっかりさせられて、うん、だから、まあ、で野球やってるのはどこでやってたの、野球覚えたの。やってません。小学校ではやってないんですか何も。もう学校であの山からこの竹切ってきて海行って三角ベースを作ってやったりですね。やってたわけですね、
まあ、とにかくそんなことよりも食べることが必死で。お兄さんはどうされたんですか？お兄さんは兄貴も当然同じようなことやってたんですけど、彼はやっぱり三つ上ですから畑仕事って大変なんですよ。そうそうそう、力を使う仕事なので、ね、彼は畑の部分で私はお金を稼いでくる役やってましたけど、その頃からそういうことをずっと兄弟仲良くやろうね。うん、まあ僕は今日あんの兄貴のおかげですから。中学でおふくろにお前はもう勉強もせんし高校行くのは諦めてくれって言われたんですよ。あら、そしたらもういなかったおかしいですね。そんな時に兄貴がね、これからもう学歴社会になるからもうあと弟も高校やってやってくれって言って。兄貴が言うと、兄貴はもう親に内緒で自分でアルバイトして大学行くつもりだったんですよ。それを俺も大学行くつもりだったけど諦めるから就職して何とか援助するから弟何とか高校やってやってくれって。でも兄貴は僕は3年間高校行って卒業してプロ入ってそれから彼は大学行きました。へえ、何よ、勉強好きやねん。もう暇さえあれば付ける前、もちろん勉強し言うてもしない。そうですたまには勉強せえ言うんだけど、でも暇さえあれば外へ飛び出てましたから。野球堂々。ピッチャー投げました。フジテレビの野球中継と合体したノンフィクション野球ゲーム熱中プロ野球2003プレイステーション。パパ、ネタが増えてるわ。春なんで一新しやした。じゃあ踊るポンポコリン。はい。あ、私タッチドンキ新曲だらけの春祭り太鼓の達人はあ。プレイステーション。新登場、インテルセントリーのモバイルテクノロジー。それはノートブック向けに開発された新しい技術です。ワイヤレスを超えた自由を、インテルセントリーのモバイルテクノロジー、インテル入ってる。リカルデントガムだけが歯に必要なミネラルをしっかり補給、しかも逃がさない。2つの効果はリカルデントだけ。歯を丈夫に、リカルデント。その声を決して聞いてはいけない。あなたの携帯にも着信する。ボイス。ほんなら中学の時野球をやったのは、だから中学で諦めてくれって言われたから、うん、それじゃ好きな野球を3年生中学の3年生の1年間、うん、思い切ってやらせてくれるなら高校行くのを諦めてやるって言うた。親に言ったら、うん、まあかわいそうだと思ったんでしょうね。何にもいいとも悪いとも言わない、まあ黙って野球やらせてくれました。でもその時にはちょっと頭角は、あそこの野村はうまいなっていうのはあったんですか？ありましたね。やったんや、そこへ。その時はキャッチですかね。そうです。もうずっと最初からキャッチャーだったんですか？まあ友達と、まあ、足が短くてずんぐりして座りがいいから、お前キャッチャーキャッチャーでーってピッチャーは一番 かっこいいですよね。そうですね。当時はね、2番目はキャッチャーだったんですよ。あ、かっこいいの。そうですか。へえ。その当時のプロのキャッチャーの憧れの的は誰だったんですか？いや、1年先輩で藤尾っていう人がいたんですけど、うん、甲子園で大活躍してね、成り盛りで巨人に入って、うん、で僕は巨人ファンだったからね。えっ、何で何で言うてるやろ巨人ファン子供の時
で高校出る時にプロへ入りたかったんですけど、どっかも誘いがないからどうしたらプロ入れるのかなって言ったら、テスト受けたら入れるっちゅうから、でなんで何回か言うとキャッチャーにいないとこ探したんですよ。あ、藤岡はもう1年目から巨人のレギュラーキャッチャーやってましたから、これはダメだ、とても追い抜けないかと思って。藤岡いう人はもう追い抜けないと思ったんですか。思ったんです。キャッチャー一つでしょポジション、うんまあかんわと思って。本当は巨人に行きたかった。それでも巨人消して、残りの11球団20代のレギュラーのバリバリのキャッチャーがいるところは消去法で行ったんですよ。残ったのは広島と南海、門前松井30歳31歳。でもね、そういうテスト入団の人ですから、何年が経ったらダメだったらもうまずテストを受かると思いませんでしたよね。まず300何十人来てましたよ、はい。で見たら顔見知りが京都のね、名門平安とか伏見高校とか立命とかね、まあこいつを見たことあるわっていうようなやつを、で僕ら田舎でしょ、とても受かると思わなかった。もうしたら7人受かってね、キャッチャー4人も受かって、なんだこれはと思いました。やっぱり南海ホークスもキャッチャー欲しかったんですね。いやいや狙い通りだったんですか。うん、まあさ、キャッチャー欲しいんです。ブルペンキャッチャーが欲しかった。プロはピッチャーたくさんいるじゃないですか、受け手がいるじゃないですか、受ける人。それで4人ともね、全部田舎者なんですよ。僕は京都府竹野郡ですよ、もう一人はもう全部覚えてますよ、はい、和歌山県日高郡、熊本県下益城郡ね。よく覚えて、なんで人の出身がこんなことって。それはもう忘れもしません。なんでだって不思議だったからですよ。都会の子は擦れてるから、ブルペンで球を受けるのは田舎の純粋で擦れてない子がいいって。我慢強い。全部田舎もんって。ものすごく説得力がある。壁ですよ。壁ですね。壁が欲しかったよ。壁で採用されて、それ入ってから分かって。偉い。そうやろうなと思ったな。実力で俺入れるわけないわと思って。いやー、でももしもね、そこで取ってなかったら、ちょっと今の日本のプロ野球が大きく変わってますよ。でも3年使うと、首なんですよ、でちょうどその年で当たったわけですよ、壁で3年間やったやつが終わって新しい壁を、壁ですね、新しい綺麗になったな壁ってことですね。壁の塗り替えですね。そうやないと壁もだんだん文句言うからね。もういつまで壁やねんと。空を見上げて一人で今も思い出す。シェラチェリーブラッサム Apex Tracks。次の曲を当ててみよう。スーパーイントロドン。もう二度。じゃあ次の曲、スーパーイントロドン。答えはこの中に。キッスエンドレスラブストーリー超スーパーイントロドン。オルゴールのキス発売中。突っ張り続けて23年、おもねらない技がある。キザクラ辛口一本。キザクラ。ケンタはマスターカードを手に入れた。勇者のノートパソコン17万円、ドラゴンのスーツ、魔法のカバン95,000円。夢と冒険の始まり、プライスレス。お金で買えない価値がある。買えるものはマスターカードで。あなたの新生活に。季節を先取り、セブンイレブンの爽やか麺。あっさりがいい、ミニ冷やし中華。のど越しがいい、ざるそば。今だから食べたい、いろいろな美味しさ楽しめます。セブンイレブン、いい気分。1年目はどないしありません。2軍ですよ、ずっと。ずっと2軍。
いやもうね練習はさせてもらえないわね。練習させてもらえないですか。もらえないです。やっぱり壁やから。そう。頭受けひたすら受け朝から晩まで受けてるだけですよ。それでもう試合も使ってもらえないし、1年終わったところで僕クビって言われたんですよ。クビ？ 1 年目でクビって。でも2年目でしょ。2年目でクビ。またあのその年に大勢新人が入ってきたんですよ。壁が入ってきたよ。そうすると10人入りゃ10人クビ切るとこの世界。当然壁が一番対象になる。壁大丈夫でわしらの目はプロの目は確かな目は諦めて帰れって言われて、そこでもう早くやり直した方がいい、うん、まだ若いしやりなさい。無理や、無理や。それ聞いた時はどう思う？ショックでした。我がふるさとからですね、テスト生ですけど、プロ入り第1号ですよね。うちの町の周辺から。ああ、言われて出てるわけですか。うん、町長さん立って、上りを立って、バザーッ、頑張ってこいって、出征兵士が昔、うん、ああ、そうですね、あのスタイルです。それがちらついて帰れない。いやもう悔しい涙だ何だか知らないけど、ポロ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 涙が情けなくてね、なんだこの世界はと、うん、まあやっぱり、ね、涙が効いたんですかね、うんうんうん、で分かったらもう一年面倒見たらって、そのから給料一緒やでと、1000円ぐらいあげてくださいよ言うたそらお前何を贅沢言っとるかって、首がつながっただけや、お前、お前のわがまま聞いてやったんだから。ほんでそっから壁がどんどん人がたなって、壁が立ち上がって出てくるような、どれくらいですの。え、それで1年つながったでしょ、はい、でお前肩が弱いから、まあ、バッティング少し見るもんがあるからフォアストいけ言われて、あらある計算があって何回入ってるのにね松井さんっていう、まあ、大体石の上にも3年で、3年2軍にいりゃこの人も33、34になって、あこの辺で大体くたばるという計算があったじゃないですか恐ろしい壁の経済、うん、それでまあ現状を考えたら試合に出るのが先じゃないですか、うん、いずれキャッチャー戻ればいいわと、うんうんうん、と思って、うんうん、そんな柔軟性あるわけ、1年間の間になんとか肩を強くするで訓練をして、うんうん、この1年が大事ですよね、うんうん、これでもう肩を強くするためにはどうしたらいいか、どうしたらいいかってみんな聞いた、うんうん、共通してるのは遠投がいいんじゃないかっていう、うんうん、それで遠投は365日やりました。遠投やった、うんうん、毎日、うん、練習が終わってから、うん、テスト生の熊本県下増し郡、うん、こいつ同じ壁で、お前アホちゃん、俺ライバルやないかして手伝ってくれてね毎日付き合ってくれて、そうそう、付き合ってくれて、めちゃくちゃ人がいいんだなんて言うんですか。俺逆にね、もう自分はあかんと諦めてんの、うん、じゃあお前頑張れ、頑張れ、頑張れ。俺この人なんて言うんですか。エステは成松、成松だ、成松抱きしめた、これで練習してくれた、一緒に。ほんなだんだん強くなったんですか。それで3ヶ月だっても何しても伸びないんですよ、同じとこばっかり。それが3ヶ月過ぎてぐらいからね、なりますが、おお伸びた伸びた伸びた、なりますよ、なります喜んでくるな。それで興味もあってね、あやっぱりいいんだなと思って、それで1年間やって、それで 2年目が終わった周期練習の時にキャッチャー戻してくれって言って、うん、お前キャッチャー無理だって、いやお願いしますって、お出た、まあ、本音は言えないからね、うん、じゃあやってみにして、うんうん、ノックが始まって、うんうんうん、ファーストからボール持ってセカンドでピャーンと、俺お前どうしたんや、うん、こと言わなったやないかって言われた、うんうん、そうしたらね、手取り足取り構えはこうだ、足の運びはこうだ、本気になった初めて教えてもらった。あ今壁から人が出てきたんですもう今保守野村克也誕生の瞬間ですよ。そうだ、成松おれへんね、かわいそうに成松は家で守備練習にはいないんだ、いないいないね、首で首で帰っちゃったよ、この熊本へ。ほんでまあ1軍はいつ上がったんですか。僕の2軍の2年目にね、1軍が優勝したんですよ。ほ、うんでそのご褒美にね、ハワイ行くっていう、おハワイでキャンプするっていう、うん、まあ我々はまあ高みの見物だと思ってたら、うん、キャンプやるんだからどうしてもキャッチャーが必要だと、カフェやハワイでも壁がいる、そう2軍から1人キャッチャー連れていくって、うん、それで監督が2軍の監督が僕を
推薦してくれて。でも伸び盛りですよ。伸び盛りだ、うん、ところがね、もう観光気分に浸っちゃって、一軍の選手みんな、うんうん、毎晩どんちゃが出んない。ホテルなんか一人もいねえな。で、また外人のね、僕一人だけは留守番です。ほんで、ほんでやることないが毎日バットを振ってたよ。そう、ハワイのキャンプもね、壁で行ったでしょ。レギュラーの松井さんがいるじゃないですか、この人は肩が痛いってね、試合に出なかったんですよ、で2番手に小辻さんっていうの、これは2つ目の、彼が分も知らずにね、 1.5 軍の立場でね、1軍のスーパースターと同じように遊び回っててね、監督に怒られて、お前は日本帰ったらクジャーって言われた。野村お前行け。ほんで行った。ほんでチャンスもらった。それがまたコン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 打てたんや。打てた、オープン戦で。ほんでどんどん打つようになった。でもその時それでハワイ の試合で打てて、日本帰ってきて日本のプロ野球のオープン戦でも打てて、で一軍の切符取って、それで取れたんですか。取れたんです。ほんで壁じゃなくなったんじゃないですか。すごい。その時の年俸は何倍やったんですか。それは次は7000円。その時にね、7000円が3万円になって。3万円になった。月給3万円、3年終わって7万円。7万円4年目にホームランを取って。4年目に、壁が30本ホームランを打って、入団4年目ですか、で4年目の時15万円バイバイバイ。人生ぐんぐん来てますね。楽しかったね。壁じゃなくなってるじゃないですか。7万15万でその4年目の時に、お前そう室内やないか言うた人は、もう僕にはね、平身って言うと変わるでしょ。そういう人はお前にはな、本当にいい勉強させてもらったし、まあ先入観で人を見ちゃいかんなと言うてくれたな。お前しかしよう頑張ったな。そら言うやろ、悪かったなとか言って。まさかそれが何回の顔になるとは思ってなかったよね。そんなもんは。ハワイキャンプ終わった時にも本当に、まあ、今でも忘れませんけど、ハワイキャンプは大失敗だったって鶴岡さんのインタビューで、たった一つ収穫があった、野村に使える目処がついた。まあ、この一言で大変な自信になりましたね。やっぱりそういう一言が、まあ、直接じゃないけども、新聞の一問一答に出た。でそれはどうやったんですか。読んだ壁が読んだ。壁が嬉しかった。嬉しかったね。僕一つ聞いてなかったのは、そのドーンとした年俸の時にお母さんには例えばこんなことしたったというのはあるんですか。いや、うちの母親はね、本当に気の毒な女の一生でしたよ。もう息を引き取った時にもつくづくボンを投げましたね。もう号泣しましたよ。この母親はやっと生活をの面倒を息子が見てくれるとなった時にね、足を悪くして歩けなくなっちゃった。結局ね、手術してもらった先生のとこ行ったら、これはもう子宮がんの後遺症で出るんですって、股関節。だからまあ温泉行って温めるしかないんだそうですよ。で温泉行くと具合がいい言ってるんですけども、温かくなって帰ってくるとまたダメなんです。まあ本当に何しに生まれてきたんだろうと思いましたよ。この棺を 見ながら、結局僕らのためだけに生まれてきた母親だなと思いました。で僕と二人きりで旅行したのがあるんですよ、シーズンオフに。それだけでしたね。君の名はっていうドラマが、君の名は、ラジオの、テレビのない時代に、その頃に雲仙だとか、そのいろいろな舞台が、九州が舞台になったんで、そこへ行きたいっちゅうんで、ほんでその雲仙からずっと二人で別府から渡って雲仙を渡って、旅行したのがいいです。ただそれだけでしたね。喜んでましたよ。ジャクウタ au。
ストレート命の固めです。ずっとずっと雨でもずっと朝からずっとストレートずっとストレートフォーム新発売。ずっと綺麗なストレートはリーゼから。瞬間吸収、瞬間転換、ニュースポルトデビュー、あなたの顔のフィギュア当たる。心を熱くする色、ファッションピンクのヴィーナス誕生。3枚刃でムダ毛をきちんとカットするから、スベスベ素肌がずっと長持ち。あなたもすぐにヴィーナスの輝き誕生。ヴィーナスファッションとサテンケアシェーブジェル。名声は誰の手に。本年度アカデミー賞最多6部門受賞。Are you guilty or not guilty? Chicago. That jazz. 持つ部屋。髪が決まらないと私の今日は始まらない。新しいモイストフィニッシュ。それはサロンのように熱を使った潤いケア。髪の内側まで潤いを与えるヒートレスキュー成分新配合。すごくしなやか。思い通りに決まり。新しいモイストフィニッシュシャンプー。ディスカバーユアスタイル。モッツヘア。キリンはウーロン茶の原点へ。見つけたのは野生のうまさ。ウーロン喫茶。その驚きはスタイルだけじゃない。秘密はセンタータンクレイアウト。スモールカーを真ん中から変えたホンダフィット。加藤愛はお肌の調子がいいと極めて地味だがポーズを取るのだ。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。勉強になりますけどね。テクニベンチって最後にこの方からのちょっと質問がありますね。一人聞いていただきたいと思います。いいですか。いや声です。声があるんですよ。どうぞお願いします。あなた私のことどう思ってます。びっくりした。今下げどうも。これだけ。はい、なんかこっちだけどう思います。いい奥さんだと思ってます。心の底から。うん。なぜかというと本当に冗談じゃなくて、うん、私はこんな自分から野球をやってきて世界に知らず、つまり僕から野球取ったらゼロなんですよ。それはもうよく自覚してる、うん、人間関係もうまくやってよいかんし、処世術も何もない社会のことなんていうのは無頓着、うん、そういうことで今日まで年だけは重ねてきたっていうのを分かってますから。だからまあうちの女房もしっかりした女房じゃないとやっぱりやっていけないんですよ。だから彼女が一生懸命リードしてくれてたんで、また野球に、好きな野球に打ち込めてこれたと思ってるんですよ。で口癖ですもん。あんた野球だけやってりゃいいのっていう。いつも言います。あんた野球だけやってりゃいいの。本当にその通りそのまんま実践してきた女房です。まあ我が家は波乱万丈でしたね。いろいろ。そうですね。よく生き残ってますよ。すごいな思いますね。それは勝成さんものすごい評判いいですね。もう挨拶はきちっとできる、できるし、人当たりもいいし、思いやりが、思いやりがよく気がついてね。そうでしょう、人に非常に気配りする。で先週にもみんなあいつやつや言われてますよ、だから親を見てああこれじゃいかんと思ったんじゃないですか、反面教師です。出てきてほしいですね。まあそれだけです僕は今ね。カツンのことだけが心配です、うん、今日本当にいろいろ失礼なこと聞きました。どうもありがとうございました。スワローズ日本一か。セカンドゴロ、セカンドゴロ、ゴマシ取る、一塁に送る、ヤクルト日本一。ゴール
当に、みんな皆さんにもう感謝感謝感謝です。